レイ・ロマーノはアメリカ合衆国ニューヨーク市生まれの俳優、声優、コメディアンである。俳優、コメディアンとして知られるロマーノは1957年にニューヨーク市クイーンズ区に生まれる。イタリア系意味を祖先に持ち、母親はピアノ教師で、父親はエンジニアだった。地元の小学校、中学校を卒業後、ニューヨーク市立大学クイーンズ校へ進学し、 会計学を専攻する。その後、小ビジネスの世界へ入り、スタンダップコメディアンとして、キャリアをスタート。才能を徐々に開花させていき、テレビへも進出する。順調にキャリアを積んでいったロマーノは、シットコムにおいて、一躍人気を博し、2001年にはいい、において、今年のエンターテイナー20人の一人にまで選ばれた。一つ年上の兄、リチャード・ロマーノが、 ニューヨーク市警で巡査部長をしている関係で、兄弟でニューヨーク市警のポスターに載ったこともある。後に主演したシットコム、ヘイ、レーモンドが全米でヒットし、ロマーノの代表作品となった。また、長編アニメーションのアイスエイジ三部作においてマンボスのマニー役も演じている。1987年に共に銀行で働いていた同僚のアンナと結婚。 4人の子供を設けた。ありがとうございます。